はい、皆さん、毎度毎度。美容業ね、上手くなろうと思ったら、相手の仕事を理解するってのが大事だよね。人のやってる仕事にね、ケチつけるとね、成長が止まるような気がするんだよね。セニングを使わないかと、どったらこったらなんてね、それなら邪道だなんだって言うとね、そういうことを言ってるね、親父をね、聞いた方がね、この親父はダメだこれや、ってんでね、反抗されちゃうからね。だから、セニングを入れないかとね、否定はしないよ。普通にありだよね。 まあ、うちだって、おばちゃんカットはセンニング入れないわけだしね、逆にね、センニングを使わないカットがね、あのー、うまい人、特徴な人、うちのカットはセンニング使わないで髪の毛をまとめるっていうね、そういう切り方はしてる方はね、そういうお客様が多いんだからそれでよいと、それに対してね、センニングの使う。 テレビ用紙の考え方がわかからなないとかねなんであんなもん売ってるんだとかね、そういう理解がない考えを言うと、この人何、何センニングの使い方知らないのただの未熟もんじゃないってこうなってしまうよね、だからあまり人の仕事というのどこを言わない方がいいよねニューヨークカットを、ね、やってる方もそうだよね。 あの本当、にニューヨークカットやってる方はセニングであまり好かないのかな、あれ。ちょっとわかんないけどね。あの手の振り方がどうだこうだってね、うちがニューヨークカットの真似するとね、あの、お叱りくるけどね、そんな手の振り方じゃダメだとかね。あれ、手の振り方も減ったくるもないでしょうと思うんだけどね。<laughs> カットっつうのは髪の毛のね、不ぞの集合体だと思えばね、どう切,る切ったかじゃなくてどういう切り口になってるかが問題であってね。 手ののの振り方が、ね、どのこうのででいいいヘアスタイルっていうのはできないよね正確なストロークカットができます正確なストロークカットイコールいい仕事じゃないよねアートスティックではないよねただ手の動きが正確に動く機械的なことができるだけであってねそれとあの似合うヘアスタイルっていうのは全く別なものになるからねまあでもねお客様によっちゃはねストロークカットで切ってくんなきゃ嫌だって人もいるからね <laughs> ねセニングで切られたから変になっちゃったってね。もうそういう頭ごなしに言われる場合もあるしね。まあいろいろだよね。あの、本当にストロークカットしかやってくれない。セニング入れてくれない。髪の量減らしてくれない。いろんなお客様いるからね。それに合わせようと思ったらいろんな仕事ができないとね。いろんな仕事を覚えようと思ったらね。まずね、人の仕事を否定しないってことね。その仕事で何十年もやってるってことは意味があるわけだからね。はい、お疲れ様でした。